慣れだな。アンケンバーストはなかなか慣れないな。テロハンとテコのエイムの強さだとマルチならボコボコだな。まあ別にフルオートで撃ってもいいけど弾がすぐなくなるのが問題なんだよな。さてここら辺の敵は一掃したし一旦弾薬補充。おっ、なんだこれ補充マークあるのにトレレーじゃねえか。なんだこれバグなのか腫瘍なのか、もしかしてソファーの上に乗らんとダメなのか。いやダメだなこれバグだな。困ったね、もう弾数少ない。おいまじ、うるさい、どこから撃ってきやがった。残念だね、それは無理だ。聞こえたわ、うるさい、黙れ。ハローみんなのアイドルドンゲだよ。どうも迫力ローの庭師ヨウムです。なあ冷戦。どうした、まさかこのゲーム飽きたとか言うなよ。違う、そうじゃない。この下にいるやつは何者だ。なんやお前、うちのこと知らんとか舐めとるな。うちは最強のレインボー兵士ことの葉茜や。よう覚えとけ、白髪まんじゅう。なんだこいつ、早速煽ってきやがる。見たらわかりますが、今回のゲストはことの葉茜さんです。でなんでレミリアじゃなくてあんたが来たの。お前が下手くそなプレイばっかしてるからや。王者対面でなかなか言ってくれるじゃん。ふざけてんのか。なあ冷戦、茜ちゃんどうかした。聞いた通りやぶそうなやつや。いや、うちが実況参加前にあんたのこと聞いたんや。そしたら単細胞ですぐ怒るクソエイマーって言ってたんや。ひどい。冷戦は私のことそんな風に思ってたのか。それが事実だ、受けたら本気で言うなよ。まあいいよ、私は結果で示すから。後で公開しても知らないみょん。はいはい、んじゃ準備フェーズいくよ。そうや、今回のマップとルール説明まだやったな。今回のマップは私たちの苦手な幼児間ルールは爆弾だよ。選んだオペレーターはイエガーか。もう何回使ったか分かれへんな。こいつのアサルトは強いからな、多少強引に戦っても死なないのがいいね。なおクソエイムだから頭抜かれて負けるのよ。大丈夫だ冷戦、今日の私は絶好調なんだよ。そこまで言うなら期待しとくわ。今は上から敵が来るのを待ってるよん。今回の防衛地点はガレージ、ここはガレージ、カビが攻めてくることが多いね。せやな、クリアインにして判断と今みたいにやられるわな。負傷者倒しに行くのもいいけど、やられたら嫌だな。今倒した奴以外もいるかもしれないから引くのが最善策だね。あ、味方負傷者の近くで死んどるで。ってことはここで待ってたら何人かやれそうだね。そして帰り討ちにあって死ぬまでがテンプレだね。柱で何がいるかいまいちわからないな。ああ、あれモンターニーやな。上からなら勝てる勝てる。よし、エイムがバガバガったけどなんとかやれたな。他にもいるかもしれないし確認するよん。味方さんまだ死んでもうた。爆弾やばそうだな、こっち片付けたら援護行くか。に今の足を届くからつって、さっき負傷した奴蘇生されてたのか。相変わらず危ない動きだね。ロビン前に足負傷してるよ。ってことはさっき死んだ味方さん相打ちだったのか。さすが、何もできず死ぬヨウムたちがって、味方は有能やな。死ぬ時は潔く死ぬのが男だぜ。あなた女なんですが、それはそこは気にしたら負けだ。しばらくうろついてるだけやしカットするで。味方さんには爆弾真上に残りのやつがいるみたい。アッコントがいるいる。そして突然始まるクソエイムラッシュ。今のワブが悪いよ、回ってやるよん。普通にエイムできる人はやれてると思いますが、それについてはどのようなご考えですか。絶対思ってないだろ、ふざけるな。とりあえずリロードの暇ないからハンドガン特攻するにょん。一旦引いてリロードって考えはないんか。私の信念は脳筋と共にありのさ。うわぁ、なんか勝った気しないな。ぶっかけが全て一緒なんだよ、わかるか。理解したくないし、理解するつもりもないわ。まああんたらには私の高度な考えはわからないだろうね。いや、低すぎて理解できないんですが、レベルで言えばプランクトン以下やな。お前らバカにしすぎ。次は攻撃か、アカネちゃんは何使うの。せやな、今日は特攻したい気分やし、やし使うわ。キャクターを使わないの。フレンドが俺に任せとけって言ってるから任せるわ。もし1回じゃなかったらキャプターを使いこなすの難しいもんね。せやねん、いまいちキャピタオの銃はなれんくてな。ガジェットも使いどころ難しいし、もっと練習しないといけないね。やったで、爆弾の位置1回や。ここはおまけでも見せたけど、高速爆弾設置できるところなんだよね。まあ最近は上から見られたりしのうか、エコーで妨害されるから成功率は低いな。みんな私らの動画を見て対策練ったんだね。いや、それは違うと思う。キャピタオは早速設置に向かうみたいな。とりあえずスモークグレネード巻いて援護しようか。あ、これは敵からしたら撃ってほしいな。爆弾設置行きます。オッケーオッケー、うちは後ろだから。あ、待って、味方さんそれ返して。一回はそんな攻撃じゃ良くないか。ありがとうありがとう、じゃあ改めて設置。キャピタオ、あー、すっげーぐだったな。とりあえずスモークの効果あるうちに爆弾回収しとかんと。スモークも全部使ったし、設置するのしんどくなったね。と思ったけど味方さんが取り合ってくれたね。なら上からいかんと、もっかい設置行こうか。アッキバナさん死んじゃった。めんどいことなったな。どうしようか。アッキ一緒で横取り。今のは援護射撃や、ただ少しエイムが良かっただけや。あっ、はい、そうですか。バカにしとるな。見とけよ、うちのエイムが一流ってこと見てたるわ。まあヨウムより少しいいくらいかな。なんでも私基準なのやめてくれない。残り一人やし、ディフューザー設置するで。設置完了。ここからどうするの。なんとなく上から来そうやし突っ込む。ほら見てみ、上から来よった。今の完璧だったね。
これで2連勝かあと1勝で勝ちだね。なんや余裕やないか。ヨウム次で終わらずで。当たり前にょん、今までの反省生かすにょん。はよ約束。こいつ調子乗ってリスキルいって失敗。さらに続いた味方もあっさり死んだからな。カフェ以外リスキル狙うなってあれほど言ったのに。まあ飛び出しリスキルは成功率低いからね。動画見直すとこいつバカやなって思ったにょん。反省してるだけ進歩したね。まあええわ、だらしないあんたの代わりにうちは締めたり。しかし味方さん2人もやられた模様。正直ヤバいはどないしようか。今チラッとループが見えたね。最近鍛えてるハンドガンで仕留めたるわ。初期の頃に比べたらかなり安定して打ててるね。慣れたらヘッシュ当てやすい強武器やで。ここからどうするの？このまま特攻するか？それもありやけど、うちは一回のビザ申請から上がってくわ。あ、味方さん残り2人だ。なんか嫌な予感がするにょん。うっさいな、ここであっさり死ぬほど。で、お前なんでここにおるんや。まぐれない、決まって草生える。いやマジ怖かったからな。これで2対3かまだなんとかなるさだよ。A ボムにテピオルか確認するわ。どれどれ。あ、パルスさんこんにちは、撃たないでください。今のエイム合ってたら倒せてたね。うわ、ニトロ飛んできた。回避回避。謎の神回避発動したね。しゃあない、これは中央階段から2階攻めるで。そう思ったけど2階のカメラ壊してないわ。地下降りて奥の階段から攻めるわ。こういう時アッシュのブリーチングガンは便利だね。対比用にも突撃用にも使える優秀ガジェットだね。よっしゃ、フランとの敵さん後ろから壊滅か。目と目が合う瞬間好きだと気づいた。お前なんでこんなとこにおるんや。あれはどうしようもなかったね。しかもラストボスシュートされたね。わら、あんなんどうやっても勝てへんわ畜生。よかった、現に16でバイオハザードできた。現うちホラゲー嫌いだよ。そういやウプ主もホラゲー嫌いって言ってたな。だって来てるやん。FPS も来てるじゃん。そんなグラないもん。おそうか。さて最終ラウンドかよ。せっかく苦手な用事間で調子いいんだ。勝つために本気でいくよ。選んだオペがエーガーのあたり本気なのがわかるね。とそこのリスキル狙うのは珍しいな。やられた画面でしか見たことないからな。実践するのは初めてにょん。うまいこといくかな。今だくらえ。エイムブレッブレッだけどよくやったね。ここでリスキル決めないと負ける気がしたからね。珍しく集中してたにょん。でもまだ油断できへんで、こっからどないするんや。とりあえず地下から2回ヘブルッと回るにょん。回ってる間に味方さん死んじゃったね。1階にいるらしいが。とここはバリケードで閉じられてるね。少しだけバリケード壊れてるから敵さん決め打ちしたのかな。その可能性もあるね。とりあえず行ってみないとわかんないから行ってみるにょん。そこで突撃するのがヨウムらしいな。突撃してこそ私だからね。残念ながらガンマチで勝てるタイプじゃないんだよ。今なんかいたね。クソエイムでのウキンとかほんまアホやわ。自分のエイムを信じて倒す。結果がどうであれ自分を信じないと勝てるものも勝てないにょん。珍しく良いこと言うじゃん。頭打ったか。あくまで持論だよ持論。この前ランク行ってて思ったのさ。パパック対策で入ってこないでください。すごくわかります。これで4対2。今んとこ全部お前が倒してるやん。たまには本気出さないと私が下手くそって思われるからね。クソエイム晒してるから手遅れなんだよな。うん、残りの奴はどこにいるんだろうか。今なんか落としたな。いないと思ったかな。残念、ヨウムちゃんはここにいます。おい嘘だろ。これであと一人この勢いでオールキル狙うにょん。やめろ、ここでオールキルしたら絶対調子乗る味方。敵頑張るんだ。悪いね、冷戦そんなにね、今の私には効かないんだよな。なんなんこいつ、普段からそれぐらいやれよ。まあいつもこんなことしちゃうと味方も敵もやる気なくすから我慢してるんだよ。わかる。あっそうじゃ、ランクマッチでフレンドの忠告無視して。ああ今回はたまたまうまいこと言っただけです。実際のところすっごい緊張してました。ごめんなさい。そうか、じゃああの話はなかったことにしてやる。にしても14キルか、ようやったな。ここまでキルしたのが初めてだからな。今までならできても11キルだったにょん。じゃあ今回はこの辺で締めよっか。ご視聴ありがとうございました。また見てな。